んにちは。5.21 警察激励行動院内集会をこれより開催いたします。はじめに開会の挨拶を副団長の佐藤和義よりお願いします。どうも皆さんご苦労様でございます。今日はなんか古賀さんの講演があるというんで、大変満杯になるかなって心配、事務局が心配してまして、そういう体制を取っているようなんですね。で、古賀さんは改革するが戦争しないって言うんですけど、私はその改革の中身が問題だろうと思いますね。まあ、最初から言うところもなんですけど戦争しないはこれは当然でありまして、ですからその改革の中身、そういう意味では私たちが人として生存権が守られて、幸福追求権が守られて、基本的人権が守られると、そういう改革しなくちゃいけない。格差が広がって一部の人だけが止めるような、そして多くの 98% 以上の人たちが苦しむような、そういう社会にしてはいけない。ただそういう社会になりつつあるというのが現状だと思います。ですからこの国訴団の戦いは、そういう日本の社会のありようを根底的に変えていく戦いでもあるんだということが常々武藤瑠衣子団長が言ってることですね。なかなか達見した考え方の持ち主でありますから、この団長に率いられた福島原発国訴団、これからも頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、次に海渡雄一弁護士から検察審査会への申し立て書の解説をお願いいたします。皆さんこんにちは、海渡でございます。今日の話はですね、皆さんの資料の中に2015年国訴検察審査会申し立てについてという札表の紙があります。でこれは少しパワーポイントなども使って、お話をしますが、そのものすごく長い、申し立て書を短い時間でやりますので、ちょっと分かりにくいだろうと思います。それは私のせいではなくて、時間が足りないせいもう少し詳しく聞きたかったなっていう人のためにですね、ちゃんと本が書かれてますので、これはですね、ついこの間出たばかりの朝日新聞の吉田調書報道は誤報ではないとなってますが、これね、実を言うと3分の1は、この津波のことが書いてあります。3分の1は3月15日の朝のことが書いてあって、まあ、あとはその原発に関する、その原発事故に関してどんな情報が隠されたのかという、政府の政府と東電の情報各地の実態を暴くという、副題が隠された原発情報との戦いとなったんですけれども、まあ、その吉田調書報道でですね、記事を取り消されてひどい目にあった朝日新聞の、名もない記者と、そして国訴団のために書いた本でございます。そういう目的のために書いたものなので、ぜひとも見てもらえればと思います。後ろで標高で見ておりますそれで、すいません、次いきますか。1997年には福島沖の津波地震の想定が政府から指示されていたということ、これはもう添田さんの本で出てきた事実です。そして2000年の電磁連の報告の段階で、福島第一原発は、日本一津波に脆弱であることが分かっている。でこのことはですね、実を言いますと国会事故庁の、添田さんが書いたパワポにですね、きちっと書かれていたんですが、誰もちゃんと読んでいなかったね。なぜならばこれは、国会事故庁の参考資料編というほとんど人も読まない別冊みたいになっているものの中にポコッと載せたんです。添田さんが説明を受ければ分かったんですけれども、でもそこに決定的な事実として書かれていました。そしてその具体的な重要な位置づけというものが、岩波新書の中で解説された。想定値のわずか 1.2 倍でですね、福島第一と島根の一員では影響が出るということが、示されていたわけです。
そして2004年のスマトラ島沖の時にですね、津波の被害の深刻化ということが実際にインドの原発で、被災が起きていた。でこの当時面白い事実は2006年の9月、お題も近くなってきますが、この時点で保安員がですね、保安員と電磁連と、そしてその原子力基盤機構、まあ、この3社でずっと定期的に会合をやってたなと僕らは知りませんでしたけどね、これ裏会合です。その中で、津波について我が国の全プラントで対策情報を確認する、必要ならば対策を立てるよう指示する、そうでないと不作為を問われる可能性がある、ずいぶん気合が入ってますよね。まあ、このまま言っていればちゃんと対策を取ることになったはずです。しかしね、日本という国は本当に良くない。これなぜこれだけ緊迫感があるかというとですね、これはスマトラ島沖の事故から言ったからなんです。日本人というのはね、こう時間が経てば経つほど、あ、まあ次はなかなか起きないだろうみたいになっていくんですよね。そのことが非常にはっきり示されているのが、まあ、保安の対策がどん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 後ろ向きになっているところからわかるわけですが、まあ、こういうことであれば不作為を問うてやろうじゃないでしょうかということが、今回起こした第二次国葬の中で保安の人たちも対象にしたということの大きな根拠です。2007年には中越沖地震が起きて3000箇所もの同時故障が起きた。そして地下水がですね、建屋の中に流入してきてるんですね。津波ではなく、しかし地下水が流入してくるってことは、そしていろんなポンプなんかやられたりしてるんです。だから津波の時には大変なことが起きるということは、このことからも分かっていたはずです。で2008年には 15.7 メートルの津波が予測されていた。これはもう皆さんもう全国ご承知だと思います。でこの事実を無視していたということがポイントなんですけれども、この間分かってきたこと、武藤さんたちはですね、これは武藤瑠衣子さんではありませんが、社長たちはですね、2008年の6月に、この報告を受けて、非常用海水ポンプが設置されている4メートル盤に津波が遡上しないように、沖合の防波堤を設置するために許認可をするにはどうしたらいいか、まあ、具体的にこの時点で予算まで含めて見積もりをしているんです。もうこの対策が実施されていればですね、事故の様子は全く変わっただろうと。そしてこれが6月ですが、翌7月になるとですね、途端に盛り下がるんです。まあ、お金もかかるし、しばらく原発止めなきゃいけないようだから、まあ、この話はなかったことにしようということで、耐震バックチェックにはこの水門の見解は取り入れない、従来の土木学会手法でいく、そしてもう一度土木学会に、対策をその検討してもらうと、時間稼ぎをするということが決まるわけです。そして東京電力の、国に対するその報告は2011年の3月7日この2011年3月7日に 15.7 メートルの津波は報告されていたんですね。このこと自身を隠したのは保安員です。保安員も東電もね、あの大地震が起きる4日前に この、まあ、実はその前から毎日のように会合をやってですね、津波のことをどういうふうに隠すかって話をしていた、その瞬間にあの大津波が起きたんですよ。それを想定外だって言ってるんですよ。信じられますか。よくもあれだけ鉄燃費に演技したものだというのが、私の感想です。それで、まあ、ただですね、この時点で、保安院の、審査官だったですね、小林勝さんは2011年の3月7日に、津波評価技術の改定に合わせるという東電の方針は遅すぎると、こんなことやってたらですね、ダメだ、このままだと推進本部が、地震長期評価を改定したときに説明を求められると、要するに責任問題になるかもしれないからもっと急いでくれということを言っていた保安院の役人もいるんですね。しかし彼は、少数派です。もう完全に中でいじめにあってたんですね。まあ、津波想定時刻も隠されたことがあったと言いました。そして、今はあの2008年の 15.7 メートルの津波に関する情報ですが、もう一個ですね、情報の流れがあって、上岸の津波に関するですね、これは2008年の10月に佐竹さんの論文が東電に渡されて、2008年の11月にやってみたら 8.6 から 9.2。 しかし、これはですね、東電が出しているデータの中のところにですね、ちっちゃな字で、これは実際には3割ぐらい増して考える必要があると書いてありますから、
10メートル、十分超えるわけです。12メートルぐらいまでなる。ということで、この問題は2009年の耐震ブラックチェックの表の会議でも、岡村さんという委員から指摘をされていました。しかしこの時点でですね、今回告訴の対象にしている名倉審査官は、あ、そのことは重要な問題でございますから、その点は最終報告で必ず触れますので、今日はこの議論はなかったことで、みたいにして議論をまとめてしまっているんですね。この経過が今まですごく疑問で、なんでそんな変なやり取りになっているのかというふうに思われていたんですが、今回明らかになった小林さんのですね、調書の中で、2009年の9月に東電がこの試算結果を保安に説明した段階でですね、小林さんが原子力規制委員長の安全規制管理官、このやり取りが記録された。小林さんどうもありがとうございます小林さんがちゃんと議論しないとまずい、野口審査課長、保安院と原子力安全院の上層部が手を握っているから余計なことをするな。原広報課長、この人はですね、闇の帝王と呼ばれていたようです。保安院の中でね、人事権を持っている広報課長、不思議ですよね。だけどもっとそういう人がいるんでしょう。あまり関わるとクビになるよというふうに小林さんを脅したというですね、役所の中から怖いもんですね。この辺はこの後、もっと生々しい話が聞けるんではないかと思います。こういうやり取りがでもこの政府事故調の調書の中からですね、蘇ってきたというね。この調書を公開に応じたのが小林正さんなんです。私どもは彼は明らかに被疑者だと思います。しかしこの情報を明らかにしたという意味でね、罪一等現時で彼は情状酌量で告訴を対処してないんです。お前は被疑者だけども、よく明らかにしたと、他の人間のですね、罪を明らかにするためにこの情報を明らかにしたことを、持ってですね、告訴の対象からは外しております。で最後、この保安院のですね、森山審議官です。この人は恐ろしい人ですね。2010年の3月、実際の事故のちょうど1年前になりますが、このメールが残っています。この人の調書っていうのも出てるんですけどね、私ね、上官のつなぐと言っても何にも覚えてません、なんてそういう調書になってるんですよ。ところがね、このメールが、森山さん、あ、森山さんじゃない、小林さんの調書に添付された。小林さんがね、政府に提出して言ったわけですね。ここの中でちょっと読んでみます。1F3 のバックチェックでは、上官の地震による津波評価が最大の不確定要素である。上官の地震は福島に対する影響は大きいと思われる。福島は敷地があまり高くなく、もともと津波に対し注意が必要な地点だ。上岸の地震は敷地高を大きく超える恐れがある。津波の問題に議論が発展すると厳しい結果が予測されると。結果的に、対策が必要になる可能性も十二分にある。要するにお金をかけた工事が必要になることをはっきり、その保安院のトップの幹部は認めているわけですね。そしてその次、決定的です。東電は役員クラスも上岸の地震による津波は認識している。これ握ってたということですね、この2人。その森山さんと東電側の人間が、ね、完全に手を握り合っていたという、この醜い図。しかし、ね、この醜い図はもう一個醜い問題があるんですよ。さっきから言いましたように、東電はこれだけ漏洩している保安院に対して、15.7 メートルのシミュレーション結果を隠してるんです。地震の4日前まで。これはね、僕は最近こういうふうに言われてたんですけど、要するに越後屋がですね、その悪代官に対してね、もう徹底的にその、もう、あの、なんていうのでしょうかね、書きくどいて、もう言いなりにしといて、しかし、その人間に最も重要なことだけは教えない。お主も悪よのと言われてる方の、その越後屋の方がもっと悪いところなんですよね。まあ、我々両方は、基礎に持ち込みたいというふうに思って、最後 その辺のやり取りになるのが一番面白いんじゃないかと思っていますけれども、保安院自身の方が責任はやっぱり一段軽い、東電の方が情報を徹底的に隠したという点でですね、徹底的に悪いんじゃないかというふうに思っております。ちょうど時間でしょうかね、もう少し続くんですけれども、そろそろ時間のようでございますので、あとは、もう少し知りたかったなとしたこの本が後ろでございました。その辺の宣伝で終わらせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。では続いて安田陸夫弁護士、お願いいたします。
どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。まあ、今月に入りまして、まあ、次々と政府が新しい方針を出すんではないかという報道がなされて、いよいよ福島のこの被害をですね、切り捨てようという公然たる動きが、まあ、起こってきたというふうに、まあ、一番最初に5月の17日に朝日新聞に自主避難、住宅提供終了が出ました。避難指示がないにもかかわらず、まあ、もともと避難指示そのものをですね、占領を基礎とすると、汚染土を基礎とするというよりは、さらに行政区で分けてますし、いろんな政治的思惑からですね、避難指示が、する、しないが決められた経緯がありますから、必ずしも現実のその汚染土を反映していません。そういう中で、多くのその母子避難で、お母さんたちや子どもさんたちがですね、避難をしています。まあ、その数、3万6千人です。この人たちは、ほとんど、まあ、一時金としてちょっとの慰謝料を支払えただけで、ほとんど何も保証がない。そういう中で、住宅の無償提供だけ、県による無償提供だけがですね、唯一の救いであったわけですが、これを、まあ、要は、28年の、3月、ですね、でもって、打ち切ろうと、29年の3月ですね、29年の3月でもって打ち切ろうと、こういうことを決めていきました。もう本当にひどい話だというふうに思います。で、この中でですね、こういうことを言ってるんですね、その県の幹部は避難生活が長期化することで、復興の遅れにもつながりかねないと。そして市長さんの一部には無償提供を続ける限り期間が進まないと、こういうこと言ってます。期間が進まないのはその無償提供してるからじゃないですね、帰れるような状況にないから期間が進まないのであって、そのことはこの広野なんかの今まで解除された地域でもですね、実際帰ってる人は4割ぐらいであるわけです。そういう状況を無視してそういうことが決められようとしています。で、さらに、5月の19日にはまた朝日新聞に原発慰謝料18年3月末まで東電に要求政府検討と、こういうことがあるんですが、こういうことが報道されました。で、その支払いについては2018年の3月分までとする考えで、経済産業省が近く東電側に伝える、経済産業省が東電側に伝える、こういうこと、損害賠償ですね。で、これが昨日ですけども、福島の新聞にでかでかとやっぱり載っておりまして、精神的賠償、まあ30年3月まで、解除時期に関わらず同等に、解除時期に関わらず同等って書いてあるんですよ。違うんです、ここじゃないんですね。解除時期に関して、早く解除したところも同等にしようじゃないかっていうのはあるんですが、要は30年の3月で嫌をおうなく、避難指示が解除されようがされまいが打ち切りますと話なんです。何が何でも打ち切ります。それはもともとこの原子力損害に関しては原子力損害賠償保障法という法がありまして、これに基づいて原賠審が中間指針というらしいんですね。この第4次追放でこの避難慰謝料に関してはどう言ってるかというと、避難指示が解除されて1年後もう元目処にその解除、打ち切りをしようじゃないか、こういうことを言った。ところが実際に避難指示の解除を進むためにはさまざまな条件がある、特に住民の同意がいる、関係自治体の同意がいる、こういう中で進まないだろうということで、これ避難指示の解除の有無にかかわらず一律に打ち切ろうと、こういう方針を出してきたんですね。で、今避難指示地域も含めてこれが避難帰還困難区域を除く居住制限区域と避難解除準備区域ですので、これが5万5千人ぐらい、5万5千人ですね、の人たち、こういう人たちが、まあ、30年の3月以降本当に路頭に迷ってしまうということが起こりかねない事態になってきました。で、なぜこういったこんな本末転倒な議論がですねなされてくるのかということの根源です。一番問題なのはやはりその被害者不在、この福島の被災者たちの被害がなぜ起きたのか、
その根本的なところがですね、やっぱり国によって曖昧にされてきた、責任が全く取られていない。そういう中でこういったことを政府が堂々とですね、まあこのこれは自民党が政府に検討を要請する、で政府がそれに従って、方針を決める、そしてそれを東電に伝えるこういう構造なわけで、まあいずれもその言ってみれば原発を推進してきた勢力や この事故を起こして加害者側がですね、決めていこうということでありまして、全く被害者不在の損害賠償と言っても過言ではないというふうに思います。まあそういう中で、この告訴団の、この当然の刑事責任を追及する運動はですね、やっぱりますます重要になってきてるんではないかというふうに思います。やはり被害者の皆さんたちをこの前の検察審査会の起訴相当議決する本当に励ましたわけですね。 これを本当に本当のものにするために、ぜひ今回の検察審査会で起訴等々を発動にありませんか。そして被害者の皆さんとこういう不当なですね、損害賠償の打ち切りを許さずにですね、一緒に告訴団の運動を進めていければなというふうには考えております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。 それでは皆様お待たせいたしました。古賀茂明さんにご講演いただきます。皆さん、すでにご存知だと思いますので、ご紹介は簡単にさせていただきます。古賀さんは様々な圧力に負けず、政治経済社会の幅広い分野で独自の見解を発信し続けていらっしゃいます。原発についてもはっきりとしたスタンスを持ちで、国葬団の検察審査会へ申し立て起訴相当議決がなされた時の古賀さんのコメントもとても素晴らしく、 心地よかったことをよく覚えております。では皆さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。すごいたくさんのね、方々お集まりいただいて、お話しさせていただく機会いただきましてありがとうございます。今日は まあ原発との関係でですね、まあエネルギー関係の話をさせていただくんですけども、なんかここにお集まりの方々っていうのは、むしろ私よりもいろんなこと詳しい方が多そうな感じもしますので、あまりその話ばっかりでも、どうかなと思って、今、いろいろ話題になってるですね、 安倍政権と報道のお話とかですね、その辺も少し言いさせていただければと思います。さっき解説先生からね、常磐地震のね危ないぞって分かってたのに、経産省の中、8月5日でもですね、いろいろ知っていながら、全部隠してですね、そのまま、漫然とですね、原発安全だという安全神話を放置してですね、で大変な被害が 生じたと皆さんも大変な苦労をされているということですね。その原因になるところ、実は責任がね、誰にあるのかよく分かんないということになってるんですけど、実はそんなことはないというお話を、されている面が伺ってましてですね、私は経済産業省におりまして、 2000年代後半ぐらいはですね、私はいろんな改革をやろうということでですね、 最後は公務員改革とかやってたんですが、まあいろいろ結構当時からですね、事務次官なんかと対決をしていました。その最後の方に僕が辞めた時は、松永和夫っていうですね、有名な次官がいましてですね、この人に最後まあ国民団体の方なんですけど、この人は原子力安全保安委員、当時は多分次長だったんじゃないですかね、危ないっていう話を 持ち上がった時ですから、非常に大きな責任を負うべき人なんですけど、この人はですね、すぐに天然の前に辞めるもんですから、定年の前に辞めるとですね、割増退職金というのをもらえるんですね。ですから、当時私たちはこの人はすごい責任者なんじゃないのというのは、事故が起きる前のそういう その地震対策というも、あるいは津波対策というものについてですね、
もう直接責任を負うべき人のはずだし、しかも事故が起きた後もですね、まあ、基本的に東電を、東電を絶対潰さないためにどうやって、まあ、収束させていくかということを先頭に立ってやった人ですから、そういう意味でまあ二重に責任があるというふうに言ってたんですけども、そういう人たちがですね、みんな割増退職金をもらって、しかも天下りをして、悠々自適の、まあ、今もね本当に悠々自適の生活をしていると、そういう人たちがたくさん実はいるということを、まあ、今お話を伺ってですね、まあ、そういう人たちのね顔が思い浮かんだんですね。ちょうど、まあ、私はもともとですね、まあ、原発の話と離れてですね、電力会社っていうのは非常に問題だということを、まあ、90年代から指摘してまして、経産省の中でですね、それで、要するにああいう独占企業、独占的な大企業はですね、事実上全国を、まあ、断方で仕切っているということです。産業っていうか大口の電力って今でも自由なんですよ、自由化されてるんですね。これから自由化進めますって言ってるのは家庭用の話なんですよ。家庭用これから皆さんのお宅でも、本当に自由化されればですけども、電力会社を選べるという時代が来るんですが、今実は大口についてはですね、今でも自由なんですね。自由だっていうことはですね、普通に考えると、例えば関西電力はですね、今電力が足りないとか、それからまあ原発をね、原発にあまりにも頼りすぎちゃったのですが、原発を止めた途端になんか値上げしなくちゃいけないというね、一回値上げして、でまた今度 8% とかですね、なんか値上げしたいという話を、になっているわけですね。でこの要するにこういう状況だと、普通に考えるとですね、関西電力はいつも綱渡りで電力が足りないと言いながら、しかも電気料金が値上げしていくと、一般家庭はもう関西電力しか選べないのでしょうがないんですけど、普通の企業から見れば、そんな関西電力の電気よりも、いやこれはね、北陸電力だったらありがたいのになと、安いし安定してるからというふうに思うわけですね。そうすると、そういう企業向けだったらですね、実は自由化されてますから、北陸電力が直接売ってもいいんです、企業に。でも売らないんですよ、全部必ず関西電力を通して売ってます。融通って言うんですね、これ電力の融通と言ってますけど、なぜかっていうとですね、まあ、電気事業連合会というのがありますよね、大手電力が集まってる、団体ですけれども、これは団体と言いながらですね、実はその正式な団体になってないものですから、もうあらゆる情報は何も出さなくていいと、そういう扱いになってます。ですからその実態が闇の中なんですけれども、ここではですね、日頃からその大手電力会社が、まあ、そもそも常設の組織ですけれども、電力会社が集まっていろいろ相談するわけですね。ですから例えば、今回ね、安全規制基準がね変更されたと、まあ、規制委員会からね、基準地震度を見直ししろと言われたというのにどう対応しようかと、と最初のうちはみんなでこんなの無視しようぜと、絶対もうそんなのね従っちゃダメだぞと、そんなの従ったらもういろんな追加投資が必要になっちゃう、みんな損するからやめようねって抵抗するわけですよ。でずっと抵抗してたんですね。だけど、規制委員会がですね、ふざけんなって言ってるうちに、まあ、九州電力が一番先にですね、その暖房破りをしたんです。私はいい子だから、ちょっとだけ基準地震度上げますって言ったんですね。でも規制委員会は、まあ、ちょっとでも上げてもらえればありがたいなということで、お前いい子だなと、じゃあ一番先にやってやろうということで、仙台原発が一部こういうことしかない。で、やられたっていうんでですね、慌てて関西電力なのかもみんな、基準地震度を見直したと、こういう状況なんです。そういうふうにいつも談合をやってるんですよ。でそうすると、だから昔ですね、その自由化っていうのは最初に、大口を自由化しますってやったときはですね、企業の方が期待したわけですね。よし、じゃあ一番安いところから買ってやろうと。で、実はですね、1個だけそういう競争が実現した例があって、今1個しかないんですけどね、中国電力の管内にある スーパーがあるんですけど、このスーパーがですね、よし、じゃあ中国電力がね、一番安いかどうか分からないとか、入札やってみようって言って、電力会社、
まあ、近隣の、ね、関西電力とか九州電力とかいろんなところに声をかけてですね、入札するって言って、入札をやったんですよ。でその頃あんまりこう、ね、そんな競争がどうこうなんていうのは誰も意識してなかった時代なので、やってみたらですね、九州電力が勝っちゃったんですよ。九州電力が一番安かった。それでじゃあ九州電力と契約を結びましょうっていう話になった。まあ、そこもいろいろ吸ったもんだするわけですけれども、まあ、一件だけ。ところがその後はですね、あるスーパーがそれでやって安い電力を調達するってことになれば、周りのスーパーみんな競争上ね、俺のところも安くしなくちゃいけないって言って、みんな入札しようとしたんです。そしたら入札に来てくれない、あるいは入札ができてもですね、なぜか必ず中国電力が安くなると。なぜか前から九州電力が安かったのにっていうことは起きて、で、他の地域でもいろいろな試みがあったんですけど、結局全然競争っていうのは実現しなかった。それはなぜかというと電磁連っていうのがあってですね、で 九州電力ってだからそういう意味で暖房やるのちょっと、そういう傾向がある会社かもしれないですけど、ね、なんであんなことするんだと、とんでもない、こんなんで本気で競争を始めたら本当にどんどん値下げになっちゃうと、で俺たちの給料下げなきゃいけないぞということで、それから一切競争はないんですよ。不思議ですよ。だから資源エネルギー庁に言わせると、常に電力市場の6割は完全に自由化されていますって言うんですよ。大口はそうなんですよ。で自由化されてる、自由化されてるけど実際競争はない。でところがですね、日経新聞とか特によく出してるんですけど、結構最近ね、すごい競争が始まったように錯覚するようなことが起きてます、電力会社間でね。例えば関西電力が、ね、東京電力管内で、電力供給会社を作りましたと、中部電力も参入しましたとかですね。で一方東京電力は関西電力管内で電力販売をね、今から始める準備をしていますとか、そういう記事がこう出るんですよ。わ、ついに自由化されたかなと思うでしょ。だけどよく見るとですね、何が起きてるかというと、東京電力の管内で東京電力以外の電力会社が売ろうとしているということはあるんですね。だから一方で他の、関西電力とか中部電力とか、まあ、そういう、ね、大きな市場を持っているところの管内で競争しようとしているのは東京電力だけなんです。つまり何が起きているかというと、東京電力対除く東京電力の電気事業連合会連合という、その間だけは競争ができているんです。なぜだと思います？東京電力はですね、まあ、事実上国有化されましたよね。で役員に経産省の人もいるし、あるいは外部から入ってきた、取締役とかもたくさんいるんですね。で、そうなるとですね、談合に参加できないんですよ。談合っていうのは違法行為ですから、そんなのさすがに経産省がいくら電力寄りだと言ってもですね、経産省の役人がですね、来てる会社がですね、堂々と談合に参加するっていうことができないので、最近の電気事業連合会の会合ではですね、何が起きているかというと、除く東京電力の会議が増えているんです。東京電力に入っちゃうといろいろ都合の悪いことが分かっちゃうからっていうようなことが、まあ、起きているんですね。ですから私は電気事業連合会っていうのは、これは解散すべきだと思うんですよ。普通の、ね、国では多分こういうことは、ね、許されないんじゃないかと思いますね。だって一個一個は独占でしょ。で独占でかつ、まあ、地域割れですからね、地域分割で地域ごとの独占ですから。で一方、まあ、産業っていうか大口向けは、自由化されてますけども、その非常に寡占化された企業がですね、寡占企業が集まって常時話し合いをしているっていうのは、これはですね、まあ、アメリカだったらもう最初から独禁法違反になりますよ。まずありえないですね。ですから、これはね、絶対解散すべきだなというふうに思っています。まあ、そういういろんな表向き自由化とかね、発想で分離とかいろいろ言ってますけれども、実はそれに騙されちゃいけないと。だから小売完全自由化なんてね、なりましたって言っても結局ね、もしかすると起きるのは大手電力会社間では選べないと。まあ、東京電力管内の人はですね、東京電力は電気事業連合会の中で、まあ、村八分になってますから、東京電力管内にもしかするといろんな電力会社が参入してきて、
本当に大きな競争が起きる可能性があるんですが、それ以外のところはですね、東京電力が入ってくると。だけどそれ以外が入ってこないという状況になる可能性が十分あるというふうに私は思っています。そういう表と裏をですね、よく見ながら宣伝に騙されないようにですね、宣伝といえば原発とは絶対関係ないんですけど、安保法制ね、これで本当に私バカにすんなよって思ったんですけど、自民党が漫画を配ってますよ。見たことあります？インターネットやってない人はあれですけど、インターネットやってる人はですね、自民党に行ってください。あるいは検索してね、自民党漫画とか、安全保障 Q&A とかなんか、入れればですね、すぐ出てきます。で、PDF でダウンロードもできますんで、読んでみてください。ただ読むときは気をつけてください。読んだ後騙されちゃう可能性が騙されちゃいけないぞと思いながら読んでください。すごいですよ、本当に。ほのぼの一家の憲法改正とかね、そんなタイトルで、ほのぼの一家なんですよ。で、子供がいてですね、お父さんお母さんがいて、おじいちゃんがいてですね、おじいちゃんはどうも戦後生まれらしいんですね。だから僕らぐらい、ちょっと上ぐらい、60代中頃ぐらいの感じなんで、それにしてはちょっと年寄りっぽく書いてありましたけど、出てくる場面がね、例えば、これ憲法っていうのはいつできたんだっけって子供が言うとね、おじいちゃんが、いやあれはもう今から70年前だからな、言うんですよ。で、70年前とか言って驚くんですね。70年前って、もしかしたらインターネットなかったんじゃないみたいな。携帯もないよ、みたいな。スマホもないよって、それってなんで憲法改正なんとかね。でも、漫画だからね、思わずね、そう、引き込まれていくわけです。あ、確かに、携帯もない。じゃあ、ママ友とお話もできなかったわね、なんて。そんな時代の憲法、今でも変わってないの？ガーンみたいな。だから70年間ね、一切変わっていない。でも70年前って若い人から見れば本当に歴史ですから。もう我々は70年前、70歳以上の方は、ね、もう生まれてた時代だし、そうじゃなくてもですね、我々から見ればあまり、歴史というほど古い話じゃないんですけど、若い人から見れば歴史ですよ。歴史の教科書で、習うから知ってるというのが、憲法がね、実はあの時できたんだっていうのは歴史で、知るというような話なんで、そういう人たちから見ればですね、70年間一回も変わってない。で、最近自民党はね、どこの国ではこの過去50年の間何回憲法改正しましたかってずらっと並べてね、で、日本だけゼロとか書いてあるんですよ。だからそんなに古いんだから中身の話はなしですよ。何にも中身の話はないんですよ。でも70年前の、ね、決まりをそのまま今ね、全く変えないで一生懸命守ろうと言ってるのが護憲派です。で、護憲派ってだから年寄りが多いでしょとそういう話なんですよ。で、若い人から見ると、そうなんだと、そりゃどう考えたって時代に合わないだろうなと。でも何が合わないかは分かんないですよ。何が分かんないか分かんないけど、70年変わってなかったら、普通に考えれば合わないよ。どんな法律だって、そんな古い法律は少ないですから、変わってないというかね。っていうのが一つ。それからもう一つはですね、もう一つの刷り込みやってるんですけど、ところであの時どうやって憲法を作ったのかなみたいな話で、憲法、いや、そうじゃない、憲法のね、憲法読んでみたって。なんか読みにくいわよね、と。分かりにくい言葉が多いわよねとか出てくるんですよ。そうするとおじいちゃんとかお父さんとか解説してですね、あれは確かに、アメリカの合衆国憲法とかね、あるいはリンカーンのね演説とかね、そういうところのこういい名文みたいなところをこう日本語に無理やり翻訳してそのまま載っけたような文章だから読みにくいんだよって言うんです。そうすると子供たちがびっくりして、日本の憲法なのにアメリカの憲法のことが書いてあるのって言うんですよ。で、いや、実はどうやってできたのかというとみたいな話になってですね、45年の2月にね、
母さん、ね、GHQ とその最高司令団がですね、みんな集めて言ったと、憲法を作ると。その目的は日本を無力化することであると。で、そのために作るからって言ったら、みんなが、まあ、これは大変な作業だぞ、連邦軍 の米軍の人たちが、これは大変だぞと、時間かかるなって言ってると、8日で結論を出すって言ったと。で、8日8日でできちゃったんですよ、憲法草案がっていうふうになったんですよ。だから、アメリカに押し付けられて8日で作った憲法っていうのがそのまま読んだ人ですね。もうそれはね、ネットでどんどん広がってますよ。ツイッターとかで、いろんなまあ、ネットワークとかなんかで、ね、いろいろ議論してるじゃないですか。そうすると、8日で作った憲法だからなとか、そういうのが普通に流れてます。ものすごい勢いで、流布してますね。ですから、これから自民党がやることはですね、その2つなんですよ。要するに、古いからもう時代に合わない。そして、アメリカに押し付けられた憲法で、もう日本人に合わない。この2つだけで多分いくと思います。でもちろん中国がね、怖いぞ、危ないぞみたいな、そういうのもやってきますけど、要するにその憲法の冊子のですね、漫画の冊子の一番最初の20ページぐらいはそれで締められてるんですよ。で、中身に入ったら、やっぱりいくらやってってもね、不安が残るんですね。なんか騙されたとしても、騙されながら終わってみると、なんか変だなっていうのが残るんですよ。だから、どんなに頑張っても、いつまでたっても、安保法制、賛成だっていう人半分以上ならないじゃないですか、世論調査、いくらやっても。いくら騙そうとしても、やっぱりね、なんか変だなってなるんで、もうあとはイメージ戦略しかないなということでやってますんで、まあ、原発もね、結局ずっとそれで騙されてきたわけですよ。第二次世界大戦の時、昨日もね、すいません、なんか思いつきでずっと喋ってますけど、ちょっと話がね、原発にいつ戻るんだろう、その昨日のね、党首討論で共産党のね、Cさん、石井和夫さんがですね、質問したんですね、ポツダム宣言っていう、ね、もうポツダム宣言なんていう話になったら、もうますます若い人から見れば何なんだろうっていう話ですけれども、まあ、日本が、降伏する前にですね、連合軍がね、もうお前らね、これ以上戦ったって無理だぞと、もうね、ドイツだってみんな、ね、降伏してるんだし、もうこれ以上やったら大変なことになるぞっていうことで、まあ、最後通牒みたいな形でですね、まあ、世界に向けて日本に向けて宣言を発してるわけですよ。でもう連合軍ね、もう We are ready と、でいつでも日本をね、もう殲滅しに行くぞ、であんたたち間違ってますよ、もう変な軍人にね騙されてますよと、もう世界征服のためにね侵略戦争を始めたけどね、こんなの続かないんですよと、これ以上やったら本当に日本人がもうめちゃくちゃにされちゃってかわいそうですよ、だからもう降伏しなさいよっていうことを言うわけです。で、だけど日本はですね、それを受けすぐには受け入れないでですね、でぐずぐずやってたから沖縄でものすごい犠牲を出してですね、最後は原爆をね広島と長崎に落とされて、まあ、やっとやっぱりポツダム宣言本当だったんだって言って、まあ、降伏に追い込まれるわけですけれども、でこのポツダム宣言にはそういうことが書いてある。要するに日本というのは世界征服を夢見てね出てきたバカな戦争をやったんですよというのは一つ、それから日本人というのはそういう軍国主義者に騙されてね、勝てるなんて言われてもう引きずられてきたけど、あんたたち騙されたんですよということが書いてあるんです。で日本は最後それを受け入れたんですね、それを受諾しますと言って、戦争が終わったので、非常にこれは日本人にとってはですね、まあ、書いたのはもちろん外国人なんですけど、日本人から見れば戦後の平和主義の原点、要するに憲法の手前のですね、もう一つ手前の原点になるような文章なんですけども、これについて C さんが、まあ、ポツダム宣言ね、そういうことを書いてあるけど総理はどういうふうに認識してますかって聞いたんですね。だこういう話を聞かれた時は安倍さんは常に逃げます。過去にもですね、いろいろね、過去の総理談話を引き継ぎますかとかいうような時に、まあ、一回は否定しそうなことも言ったりしたこともありますし、それからなんか、その戦争をね、どういうふうに思ってるかって聞かれると必ず、いや、そういうのは私が言うんじゃなくて、歴史家が考えることですって言って、逃げるんですよ。
でもこんな国のリーダーっていうのは世界には珍しいです。絶対ないかどうかは分かりません。でもねドイツだって敗戦国だけどもやっぱりそのナチがやったことをね間違い、もちろんあれだって一般のドイツ国民は騙されたんですよね。だからある意味じゃ被害者なんですだけど、彼らはやっぱり いつの時代でもあれは間違いだったし自分たちの先祖が犯した間違いであると、こういうふうにまで言ってますよ。自分たちにはその DNA が受け継がされていると言って、要するに自分たちは犯罪者のね流れを組んでたと。だからいつも反省してなくちゃいけないんだっていうぐらいのことまで言うんですね。でそれに比べてですね安倍さんいやそれは歴史家がね 考えることですって言って自分のことまで絶対言わない。なぜかっていうと、で、まあ言うのはね、全体として引き継いでいるって言うんですね。全体として引き継ぐっていうのはですね、これは官僚から見ると、基本的に引き継いでないってことです。大体は引き継いでるけど、ちょっとだけ違うんですねっていうふうに普通の人は思うんですけど、そうじゃないんです。要するに全体として引き継ぐっていう言い方は、引き継いでないっていうこと、 引き継いでなくてですね、それで引き継いでないっていうことはいろいろ後で出てくるわけですよ。違うじゃないかっていうことが。でその時の言い訳のために言ってるんですね。だから引き継がないから、それをまあ 100% 引き継ぎませんって言っちゃうと、その角を渡すから、まあとりあえず今別になんかねすぐ戦争出かけるわけでもないから、とりあえず黙っておいてと、安保法制通ってから色々本当のこと言っていきましょうと、こういう意味なんですけれども、まあそういう言い方です。で昨日は 何て言ったかというとですね、ポツダム宣言についてね、自分はつまびらかに読んでいないと言ったんですね。これはね絶対官僚が作った言葉だなと思ったんですよ。なんでかというと安倍さんは多分つまびらかなテレビを知らないで、それほど知識レベルが高くないんですよ。で、そのまあそれちょっと冗談ですけど、冗談じゃないと、名誉毀損だと 僕は学者でも何でもないですけど、でも憲法はね、大学の時に勉強しました。両方とも言うでしたから。両方とも上下憲法一部の二部ってあるんですね。僕は小林直樹先生っていう人の、コンビニス足部先生じゃなかったんですけども、そういうね、ことをやって、そんな別に専門家でも何でもないですよ。だけど、あんな話聞いてたらね、何ふざけたこと言ってんだと。こういう
ドラスティックな、例えばこの独法をね、なくせとか、あるいはもう抜本的な見直しをしろとか、
あるいはあまくなりなんか絶対やめろとかですね、そういう結論にならないように、いろいろ対策を考えて、大臣に報告し、それから自民党の重鎮に報告をし、それから出すんですよ。だけど、今回のその後藤さんの場合は、そういう場合じゃないんですね。別に後藤さんが誘拐されたって、さすがに外務省を取り潰したとか、そういうことにはならないわけですから、そういう場合はどうするかというと、今度はですね、官僚は自分の利益に関係ないから、 今度は自分のリスクを最小限にしようとする。そのためにはとにかくそんなものを自分で抱えてて、毎日外から先に上に上がったら大変だから、もうほとんど聞いたと同時に上に上げていきます。でもらった人はすぐそれをまた上げていく。さっきのあの上岸地震の話が違うんですね。あれは下手にどんどん上に上げてってですね、総理大臣が知ることになったとか、 あるいはそのマスコミ発表しちゃったということになったら、自分たちの利益がものすごく侵される可能性があるから、まずは隠すんですよ。で、隠し通せるものなら隠し通すし、そうじゃなくても悪いようにならないように対策を講じるということなんですが、その今回の場合はそうじゃなくて、どんどん上に上げるんです。で、すぐに安倍総理にも多分1日以内には上がったと思います。そうしなかったら怒られるんですよ。 こんな危ないことはね、大事なこと何やもたもたしてたんだと怒られるから。で、もう一つ大事なことは、これはですね、ほとんどの人は指摘しなかったんですけど、それとほぼ同時に、だから安倍総理と同時か、あるいはもしかしたらそれよりも早いくらいに知ってた人たちがいる。それは米軍とか米政府関係者なんですよ。これは外務省が知ったわけですから、もう直ちに相談するんですね、まず。どうしましょう、こんなことになっちゃいました。というので、アメリカ政府は全部知ってます。ということは、 それ以降ですね、日本政府の報道というのは全てアメリカ政府に監視されてるんですね。でもちろんアメリカ政府の公式な立場は一切テロリストとは交渉しないという立場です。で、日本もね、それ安倍総理としてはアメリカと同じですと、私は何があったって負けませんよと、絶対最後まで戦い抜きますと、妥協しませんという姿勢を見せたいんです。 ということはですね、普通の官僚なんかの官僚というか、これはやばいことになったなと、大変だぞと、これでもし後藤さんね、命を落とすようなことがあったらね、国民からね、なんで後藤さん見殺しにしたんだ、なんかできなかったのかっていうふうに怒られるぞっていうふうに思うわけですね。それ後藤さんのことを個人的にどういうふうに思うかということとは全然別に、自分たちの損得だけで考えてもそうなるんです。で、 ところがですね、多分安倍さんの感覚は全然逆なんですね。ラッキーなんですよ。なぜかというと、ここで頑張れば、アメリカに対してはものすごい得点になるんですよ。普通に考えれば、そんなにね、危ないことが起きてるんだから、中東には行くのやめればいいんですよ。だって12月の初めに分かってるわけですからね。で、1月の10日過ぎに、 行くっていう話であれば、それは別にやめたってどうとかないですよ。1ヶ20日以上前の話だったら。でも、それをあえて行くっていう判断をするわけですね。多分外務省は、行ったらやばいですよっていう話を10個か20個上げてると思います。これも役人のサービスです。もし行ってなんか問題があって、その後で、大体政治家っていうのは官僚の責任にしようとしますからね。 こんなはずじゃなかったっていうことを言われたら困るから、いやいや、ちゃんと言ったでしょうという証拠を残してきたんです。だから、こんなことが起きて大変なことになるかもしれません、こんなことになるかもしれません、ああなるかもしれません、だから、まあ、やめろとまでは言いませんけど、リスクはちゃんと知っておいてくださいねっていうのを説明してるはずなんです。にもかかわらず安倍さんは行くと判断した。しかも選んだ国はですね、エジプト、ヨルダン、イスラエルです。アメリカの盟友ばっかりです。 普通はそういうのを選ぶときはですね、偏らないように、まあ、どっちにも行くとかですね、やるんですけど、今回はもう明らかにアメリカのためにっていうようなものです。で、しかも、あそこのエジプトでね、やった、スピーチですね、あれがもう命取りなんですけれども、これはその、普通はですね、外務省が作る案文であればですね、必ずですね、要するにイスラエルに行くわけですからね。 世界中から日本はイスラエルの味方だと思われるかもしれないし、あるいはヨルダンとかですね、エジプトってアメリカに近い国に行くわけですから、逆にアメリカと敵対しているアラブの国からは非常に恨まれる恐れがあるので、と
とにかく私たちは中立ですということを強調するんです。それはどこの国に行っても同じで、特に中東はそうなんです。非常に危ないんです。だから演説の中には、おそらく草案ではですね、外務省が入れるのは、その例えば私たちは中東にね、貢献したいんです。だけど決してどちらかの、ね、どちらかを敵だとか味方だとか、そういうことを私たちは考えているわけではありません。政治的な思惑は一切ありません。あるいは軍事的な、ね、利害もありません。経済的に利益を求めるものでもありません。純粋に人道的な観点から我々は皆さんのお手伝いをしたいんですという人道支援というのを前面に出しているんですよ。だから人道支援という言葉が前面に出てないという演説が中東ではですね、ありえないんですね。ところがあそこのエジプトでやったスピーチというのは普通の記者会見のスピーチとは違いますからね。エジプトでやったスピーチというのは日本の中東政策、基本政策を説明するスピーチなんです。これは世界に向けたもので非常に重要なものなんですけど、その中で彼が言ったことは、まあ、愛する、ね、イスラム国、愛すると戦う周辺各国に2億ドルの支援をいたしますっていうふうに言ったんですよ。で、普通にそれを聞いた人はですね、あ、要するに戦うための支援だなと思うじゃないですか。だって愛すると戦う周辺諸国に2億ドル支援しますって言ったら、誰がどう見たって戦争のための支援ですよ。それをなんか安倍政権は後になって、イスラム国がね、なんか曲解したとかって言うんです曲解してね、私たちは人道支援をしかしていないのに、曲解してね、それを宣伝のために使って、とんでもねえやつらだって言ってるんですけど、イスラム国にね、そうやって上げ足取られたもんだから、その後のヨルダンで記者会見とか、まあ、取材を受けてね、インタビューとか、そこでは一生懸命人道支援って言ってるんですよ、後から。だけど、その前にはわざわざ戦うんだと、俺は戦うんだと、アメリカと一緒に戦ってんだっていうことを示すための演説をやっちゃってるんですね。で、これは普通に考えれば、だって、ね、イスラム国が一生懸命その身の代金出せと交渉してるわけですよ。で、いつまでたっても国が出てこないわけですよ。とにかく安倍さんの懸命で、奥さんには一切サポートするなってことになってたんですね。奥さんは一人で、まあね、プライベートな、サポーターいたでしょうけども、必死になって何とかして助けてくださいという交渉をしてるんですよ、ね、どんな思いだったかと思うんですよ。そういうことを知っていながら演説をやって、で、まあ、結果的にね、後藤さんは、まあ、命をね、亡くしたわけですね。もちろん悪いのはイスラム国、愛する。それははっきりしてますけれども、少なくともですね、まあ、精神的には安倍さんは後藤さんを見殺しにしたというふうに思うんです。まあ、それは結果論ですけど、私は23日にアイアムノット安倍と言ったときには、それを思ってたんです。要するに安倍さんは後藤さんを見捨てたなと。しかも見捨てただけじゃなくてですね、日本っていう国がアメリカと一緒に戦う国なんだっていうのをあれほど強烈に宣伝することに、ね、なるような、そんなスピーチはないです。でしかも お父さんが捕らえられてるっていうその映像はボーンと出ましたから、世界中がみんな注目してですね、そして日本の安倍っていうのが戦ってるっていうのが出てくるわけです。そして、ね、オバマ大統領が、キャメロン首相がね、オランド大統領がみんなテレビに出てきてですね、安倍頑張れと、戦え安倍ってやってるわけですよ。どうだったんでしょうね。僕は安倍さんはね、すごく嬉しかったと思うんですよ。これで完全に俺は、ね、有志国連合の端っこ、一番後ろにくっついて、ね、金魚の糞みたいにくっついてるって言ったら、彼らの印象、今までの日本というのはそういうものだというふうに思ってると思うんですけど、そうじゃなくて堂々と表舞台、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリアと肩を並べるですね、同盟国のリーダーになったというふうに思ったはずなんですね。だから僕はそれを見てですね、とにかくそれは止めなくちゃいけない。止めるっていうのは、まあ、安倍さんハワイ締めにするわけにいかないので世界に対してもう日本中が叫ばなくちゃいけないと思ったんです。要するに安倍っていうのは変なこと言ってるけど、あれはおかしいんですよと、あの人はおかしいんですよ。
我々日本人は違いますと絶対に中東の人誰一人として殺そうなんて思ってませんと。それはね、愛すれば悪いやつかもしれないけど、だからといって一緒に出てってですね、見境なく空爆やって殺したりとかですね、そういうことはしないんだと。日本人っていうのはそういうことしない国なんだと。今までそうだったんだけど、これからもそうしたいんだ。で、安倍さんは変えようと言ってるしね、それをもう全世界に発信してるけど違うよということを 言わなきゃいけない。それを伝えるために、どうしたらいいかといったら、みんなでアイアムノットアベと書いたプラカードを持って外を見て、みんなでね、わーっと出てって、世界中にその映像を流してもらうしかないんじゃないのという意味で、だからアイアムノットアベというプラカードをね、掲げるべきだという発言をした。そしたらそれをやってる最中ですよ。最中でそれ言った番組が終わる前、 番組のファンとか報道局の幹部にですね、ショートメールで、なんだあのメールは、あの発言はという抗議のメールを送ってるわけです。これは承認も証言もありません。だから私はそれはね、圧力だと言ったんですよ。そして記者会見ではね、菅さんがね、僕の名前は出さなかったけども、表現の自由を取り違えてとんでもない手紙言ってるバカがいるって言ったんですね。まあ、バカというか<笑>多分バカと言いたかったんでしょう。そして会見ね、その後にあのオフレコで、オフレコっていうのは記事にしないよという、そういう約束で、あの記者と話するんですけど、複数の記者にね、いやもうあの発言本当に俺は頭に来たと言ったんですよ。で、 まあ俺だったら放送法違反だって言ってやったんだけどなっていうんですね。それどういう意味だと思います？つまりですね、秘書官が抗議したっていうのを彼は知ってるんですよ。だけど秘書官っていうのは官僚なんですね。私もよくわかるんですけど、秘書官は絶対放送法っていう言葉は出さないんですよ。なぜなら、要するに放送法っていうのはテレビ局にね、放送の免許を与える、そういう法律です。で、政府がその権限を持ってるんですよ。 日本はアメリカとかイギリスだったら独立委員会を持っててですね、政府はそんなことしないんですよ。だけど日本は政府が持ってる。だからすごい強い権限を持ってるから、逆にそれを振りかざしたら、それは報道の自由に対する表現の自由に対する抑圧と介入だっていう批判を確実に受けるだろうって分かってるから、官僚は言わないです。それは絶対に。だから言わなかったんです。でもそれは菅さんから見れば非常に歯がゆいことなんですね。 あんなとんでもないことをやる番組だ、あんな放送局を潰してしまえと、放送法があるだろうっていうことが言いたいんです。だから放送法違反とだったり言ってやったのになって言ってるわけです。これは最大限の圧力なんですね。だって言うこと聞かないなら潰すぞっていう意味合いがあるんですよ。もちろん彼らは、いや放送法には正しい放送をしてくださいって書いてあるんだって、ね、それを言ったんだっていう正しい放送をしてくださいって言って何が悪いんですかと彼らは言うんですね。だけどそんなことは 受け取った方はそう思いませんが、そういうことがあったんですけども、だから僕はそういう圧力がかかってきたとなったらですね、どうしようかと考えたわけですよ。でもちろんその番組の、まあ、そういうあの菅さんが怒ってるとかですね、そういうことがあった直後に、私は4月以降は報道ステーション出すというふうに篠塚報道局長がですね現場に言命してるんですね。でも明らかなんですよ。 それからその、そういう、まあ、官邸からね、抗議のメールが来たというのが、まあ、それすぐバーッと広まります、伝わるんですけど、そこで、当日ですね、行われた反省会では、古舘さんが、なんて言ったかって言うと、いや、古賀さんはいいこと言ったと。だけど、いいこと言うと、官邸との間合いが大変なんだよなと。これからね、その官邸とのね、間合いをどうしていったらいいのか。 これは考えていかなくちゃいけないと。俺はね、めちゃめちゃ圧力を受けてるってことですよ。ところはテレビ朝日は会長も社長もですね、会見で、圧力なんてありませんでしたって言ってます。で、なんでかっていうとですね、会長も社長も、安倍べったりなんですよ。だからテレビ朝日はもう信用しちゃダメですよ。で、これ真面目な話。だから、日テレ富士はもうほとんどそういうテレビ局ですよ。だから、まあみんなあんまり、ここにいる人は見てないかもしれない。でも一般の人は結構見てる。 テレビ朝日はなんとなくあのリベラルでね、原発のこともなんて思ってた。原発のことなんてやんないですよ、ほとんど。昨日の、ね、伊方のニュース見てください。
まあ、まだね原発のことをやろうという人が一人だけいるんですね、テレビ朝日の中に。だけど1分でしょ、あの細長い佐多岬、あそこの根元に原発があってですよ、でその先にいっぱい人がいるんですよ、住んでるんですよ。でいざという時、ね、避難計画はどうなってんだと。そこを突くだけでもこれ10分やったら本当に面白い番組ができますよ。いかに政府がデタラメやってるかっていうのはもう非常に簡単に分かるんですね。まあ仙台原発だと思うそうなんですけど、それを1分でございます。まあ、イルカ漁はなんか7、8分やってましたよね。それで、いや7、8分やって何やるのかと思ったら、いや、どっちの考え方もありますね。何やってるのか全然わからないんですけど、そういう番組です。あのテレビ朝日の報道ステーションはですね、ネットで報道ステーションに行ってですね、特集っていうところをクリックしてください。そうすると特集がずらーっと過去のものが出ます。で3月まではですね、特集で素晴らしいのが出てます。たくさんあります。特に最後、本当にプロデューサーと頑張ったんですよ。もう、めちゃめちゃ圧力がかかって、どんなに圧力がかかったって、私は関係ないって言って、どんどん作り続けました。あの、感動的ですよ。去年からもそうですけど、で例えば集団的安全保障だったら、あの山田さんのね、証言とか、山崎拓さん、海部俊樹さんの証言とか、これ別々の回にやってますけど、いかに憲法9条が日本を守ったかというのを、まあ、10分ぐらいですけども、まあ、渾身のビデオですよ。素晴らしい。なんか戦争に巻き込まれるね、米国の戦争に巻き込まれるなんてことはね、絶対にありえませんって言ったんですよ。だって絶対にっていう人は、あんまり知的レベルだな。だって普通僕らは絶対にやりませんって言おうかなと思ってもそれは嘘になるよなって思うからやめるんですよ普通は。でも安倍さんは平気でそういうこと言いますから。それからもう一つ、いや日米安保ね、安保条約を作った時もあるいはそれを改定した時もアメリカの戦争に巻き込まれるっていう反対があったじゃないか、だけど巻き込まれなかったじゃないかって言ってるんですよ。だけどそれは、ね、報道ステーションの、ビデオを見てください。なぜギリギリ巻き込まれなかったのかと。憲法9条があるからいけないんです。要するにずっと、まあ、半分嘘っぽいことを言ってるわけですよ。アメリカに対して、いや行きたいんです、行きたいんです、本当に私は行きたいんですって自民党はずっと言ってるんですよ。だけど9条があるんですよね。だから行けないんです。だからお金払うから勘弁してくださいってことをやってきたんですね。じゃあ今度どうなるんですか。ね、考えてみてください。今まで行きたいです、行きたいですって言ってたの、でついに行けるようになりましたって、アメリカから来てくれって言った時に、いや行きたい、行きたいんですよね、憲法9条もなくなっちゃったしな、なんだろうなっていう感じでもう理屈ないんですよ、理屈しかないんですよ。そういうことをやっぱりちゃんとね、考えなきゃいけないんですけど、まあ、それと同じことが今原発で起きようとしている。あれがね、あの事故を見たときに、もちろん福島の方はね、もうとんでもない、頭下げたっていう思いもあっただろうし、それからもうこんなことはね、二度とごめんだと、もう絶対原発なんかなくすんだという思いをね、非常に強く持たれたでしょうけど、あれ福島だけじゃないんですよ。東京だって、うちの庭だってね、うちかなわるんですけど、やっぱり放射能測ったらレベルは上がってるわけですよ、ね、静岡県のお茶が出荷できなくなったりしたじゃないですか。そこら辺までは、ね、割と、ね、身近な問題ですよ。怖い、本当に原発って怖い。それから政府っていうのは当てにならない、絶対信じちゃダメだと。これはね、非常に確信めいたものが生まれたんですよ。で大阪ぐらいになるとね、ちょっと違う、ね、やっぱちょっと遠いんですよ。東京近辺ではもうしばらくはお笑い番組なんてなかったんですよ、ね、だってあんなひどい悲惨な目に遭っている人たちがいるのに笑ってられる場合ですか。大阪は割とすぐにお笑い番組が復活しました。で僕は大阪で橋本さんのところでですね、特別顧問というのをやってたんですけど、そのエネルギー戦略会議っていうのを作って、
大井原発再稼働大反対って大キャンペーンやってたんです。で最初の頃橋本さん何て言ってたと思います？あの福島の事故を見てまだ原発を動かそうと思ってる人がいるとしたら人間じゃないと。そう言ったんですよ。それはあのテレビの前で言ったんですよ。なんで人間じゃないの？だってあれを見たら誰だってこんなものは二度とね作っちゃいけない動かしちゃいけない思うのが当たり前でしょうって理屈の問題じゃない。理屈じゃなくてそれは心の問題なの。だからもしその心のね心がなければ再稼働しようと思うかもしれない。だからそいつは人間じゃないロボットなんだというふうに言ったんです。そして途中でねそれからしばらく経った後僕らあのエネルギー戦略会議で絶対動かしちゃダメだと、まあ、関西は本当に電力需給が逼迫してね大変だって話だったんですけどそんなのいいんだと、とにかく絶対やれば大丈夫だからやってみろっていうのは橋本さんに、まあ、ガンガン提言してですね橋本さんも最初そう言ってたけど最後寝返るんです。ポロッと変わったんですよ。まあ、いろいろありますよ。あの細野さんとか前原さんとの関係ですね。民主党政権ですからあそこら辺にオルフさんに説得されてですね、で多分その時に将来の野党再編みたいなことを考えてます、ね、細野前原に、ね、歌詞を作っておこうということだなって私はもう直感的に思いましたけども、まあ、そこで私ははしごを外されて、裏切られるわけですが、それからまた時が経つにつれてですね、何が起きてるか、番組でですね、原発関連でね、で原発はけしからんっていうのを流していれば視聴率は取れた、最初のうちは。ところが最近はですね、原発の放送をすると視聴率は下がるんですよ。ね、わずか、ね、2011年3月、15年3月過ぎた、ね、4年ですよ、まだ。憲法改正まで70年かかってますけどね。原発、もう二度と嫌だと。あれだけあの心のね、奥深く我々は最初思ったはずなのに、まあ、ここにいる人は別ですけど、多くの人が、いや、電気代上がるんだったらしょうがないじゃないとか、まあ、なんか安いらしいからいいんじゃないとか、まあ、これも全部騙されてるんですけど、結局は騙されて、で時間が経てば、なんとなく忘れてしまうということが起きつつあるんですね。で、その時に、まあ、私たちは今までずっと言ってきました、このね、あの再稼働 の, その審査書案とか出るたびにですね、安全だ、安全だって言ってるけど、そんなの嘘だと、実は危ないだというようなことは言ってきました。それから、将来にわたってですね、ゴミの問題、これはもう全く解決してないでしょ。それなのに、動かしていいんですかと、将来の世代につけを回していいんですかというようなことをですね、主な論点として、原発やめようということを言ってきたんですね。だけど、それだけだとだん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 、人々の心に響かなくなって、そこをもう一回ね、問いかけていかなきゃいけないんですけれども、それとともに、もう一つね、やっぱりあの世界の流れっていうのがあるんですよ。で世界はどっちに行ってるかっていうと、明らかに脱原発ですよ。まあ、脱原発というよりも、もう自然エネルギーに、ね、まあ、誰でも自然エネルギーいいですね。これはあの原発でやろうっていう人の中にだって、自然エネルギーはいいですねっていう人が多いんですよ。だけど、まあ高いよねとか、そんなにたくさん増やせないなとか、いろんな理屈があって、そこになかなかシフトしきれないんですが、気がついてみたら世界中はですね、どんどんそっちに動いてるんですよ。で、日本だけは取り残されてます。だからそこのところをね、もう一つ柱に加えていく必要があるなというふうに私は思ってるんです。つまり、自然エネルギーで行った方がいい。原発は悪いからなくすっていうだけじゃなくて、その時に、いや原発なくたってなんとか頑張ればなんとかなるよっていう人が多いんですけど、そうじゃなくて原発はない方がいいんだと、ない方が成長できるしいい国ができるんだというポジティブな面を少し強調していくということで見方を増やしていった方がいいんじゃないかなと思って、やっとですね、これ始まったあれまだでもなるな大丈夫だで、ここから先はでも皆さんね、よく知ってる話です。知ってる話、まあ、ちょっとずつは私が、
政府系の EDF っていうね、電力会社に
救援救済してもらおうという話が進んでいますけれども、まあ、それも原因はですね、例えばフィンランドの6億と共に作っている新しい原発が当初5000億って言ってたのが1兆2000億に膨れ上がるというようなコストがどんどん上がるという、そういうことで、危なくなっちゃったんです。シーメンスはもうそういうことをですね見越してですねやめちゃいました。で経営全体はシーメンス厳しいです。どんどん今リストラやってます。何千人とかですね、リストラやってますが、その風力とか自然エネルギー部門だけは稼ぎ頭で、どんどん伸びているということです。日本の、ね、自然エネルギー、緑はですね、緑は自然エネルギーですね。緑はほとんどないですよ。ちょこっとあるんですけど、日本人はすごい勘違いしてるんですよ。日本というのは自然エネルギーの技術では世界一だと。だからいかにも、ね、自然エネルギー、世界でリードしてると思ってるかもしれないんですけど、全く違うんです。完全に遅れました。取り残されたと言って、いいと思います。そして、これはですね、ちょっと古いんですけど、ドイツの、ね、エネルギー分野でどういうふうに雇用が増えてるかということなんですけど、黒いのはですね、これ原発も入ってるんですけど、原発からたくさん人雇わないんですが、既存の電源のですね、雇用で、緑のところが自然エネルギーの雇用ですね。もう2005年には肩並べてるんですけども、大体2倍ぐらいに増えてます。何十万人という雇用を創出する力があります。で、これはデンマーク、これもご覧になった方が多いと思いますけども、ちょっと古いですけれども、85年ぐらいと2009年ですか。左から右に今時間が経ってるんですけど、小さい点がですね、風力発電です。で、風力発電が今全国にもうほとんどくまなくできていると言ってもいいです。なんでそんなくまなくできるかっていうと、デンマークってもちろんね、日本に比べればずっと人口少ない国ですけれども、過疎地にどんどんできているところです。で、過疎地にできて、その地域で発電して、その収入はその地域に落ちるという仕組みを作っていますので、地域活性化の切り札になっているということです。ですから、原発で大企業が儲かるということは全然違うんですね。で、そういうふうに言うとですね、必ず出てくる議論がですね、太陽光とか風力ね、ヨーロッパ増えてるって言うけど、そんなのや日本じゃ無理なんだよと。触れるから太陽光もね、風力も。風が吹いたり、あるいは天気が、ね、晴れたり、夜はもちろん太陽光はできませんしね。そうすると、言われるのは、電力がですね、発電の量が触れるとですね、その送電線を流れている電流の量が、電力の量が触れるわけですから、電圧とか電流が一定にね、非常に日本の場合は成功に一定に保っているわけですが、それが変動するから、それだといろいろ困る人が出るでしょうと、特に。精密機械工業とかですね、そういうところではちょっとした変動でも困るんです。ですからできないですとこういうふうに言うんですね。ところがですね、見てみるとですね、デンマーク、ポルトガル、スペイン、これもうちょっと年頭は書いてないけど、ちょっと古いですけど、2013年、2年ぐらい前ですけども、もうデンマークで風力だけで3割超えてるとかですね、ポルトガルも2割超えてる、スペインで、ドイツでも 10% 以上は出るというですね。日本は、大体 2-3% なんですよ。年によって今、全体があれで変わってきますけど、だからなんかちょっとしかできないんですよって言ってるけど、少なくとも日本の今のレベルから見れば何倍もっていうか10倍とかですね、いけるっていうことは分かるんですが、もう一つですね、いや、それはヨーロッパの特殊性だと。なぜならヨーロッパっていうのはですね、国と国の間でこう連携線っていうのがあってですね、で電力が足りたり余ったりっていうのを出したり入れたりっていうことでですね、国と国の間を融通し合って、だからそれで安定性を保つんだっていう議論があるんですね。でそれに比べて日本は島国ですから、もう行き場がないわけですよ。足りないときは、ね、足りなくて停電が起きるし、風が吹きすぎればですね、それを流すところがないから、やっぱりそれも危なくて、どこかで遮断しないといけないから停電が起きると、こういう議論をしてます。でところがですね、よく考えてみると日本というのは巨大な国です。人口からね見ると、でヨーロッパというのは、ドイツやイギリスやフランスだって日本より全然人口は少ないですし、それからもっと小さい国がたくさんあります。
小さい国っていうのは例えば東京電力に比べれば1国分全部合わせたって東京電力管内の小さい国っていくらなんですよ。ですから日本を例えばそのそれぞれの電力会社ごとに別々の国だったというふうに、まあ、見立ててですね、ここにあるようにこれはですねピーク電力、まあ大体夏の普通の電力会社だと夏のね昼間のみんなのクーラーをガンガンつける時っていうのはピークですね。 そのピーク電力どれぐらい、ワット数いくかという数字に対してですね、その電力会社と外のですね、電力会社とつなぐ連携線のですね、その統制量ですね、一遍に。それが何パーセントぐらいあるのかというのを数字に表しています。そうすると、中国電力っていうのは一番、恵まれていてですね、まあ、224%、つまりピーク電力の 2倍ぐらい外との間で出し入れできる、それだけの容量の連携線を持っているということなんですね。で、関西とか北陸もですね 100% ぐらい、でも例えば東京電力とかですね北海道は、ピーク電力に対して 13% ぐらいしか出し入れできない。こういうことで非常に、まあ、融通すればいいじゃないかっていうことに対して、いやそんなできないんですよと言ってるんですが、よく見るとですね、 ヨーロッパではですね、確かにドイツとかデンマークはかなり融通し合い、体制になってるんですが、スペインとかが大きな国ですよ。ですけど、ここは10%しかですね、外とやり取りできない。ですけど、スペインではですね、さっき見た通り、もう3割以上、9月、去年長押し、全部5割って言ってるんですけどね、この14年前半、去年のですね、状況ですが、アメリカではですね、全体で14%自然エネルギー。 供給してます。16州で20%以上いっちゃいました。そして、イギリス、これはバリバリの実は原発で深刻なんですね。まだ実績では日本よりはるかに低いんですけれども、これからどんどん上げていこうと言ってる国ですけれども、まあ、そのイギリスでもですね、すでに 18% 自然エネルギーで、まあ、2020年の目標は30%です。日本も全然、2030年に20%ちょっとって言ってるものと。 こんな違うんです。スペインはですね、ついに 50% を超えました。すごいですね。イタリアも 40% でフランスもですね 20% ぐらいを供給してると。フランスっていうのはね、いつも日本が、いや、フランスは原発がすごいんだすごいんだって言ってる国ですけど、それでももうそれだけですね、自然エネルギー供給してる。だからもう日本とはね、桁が違うんですね。で、まあ、でもヨーロッパ、随分ね、取り組みが早かったからって言うんですけど、 これは中国なんです。で、中国で赤がですね、原発なんです。で、青が風力だけ。で、見るとですね、もうついこの間ですね、原発の電力よりも風力の電力が追い越してしかもこの急激な上昇率。すごいです。統計がね、いまいちちょっとね、はっきりしないところがあるんですけども、大体去年は1年で、 風力発電を原発14基分作ったっていう説と20基ちょっと作ったっていう説なんですけど、1年でですよ。なんか嘘じゃないかと思うかもしれないですけどね。でも本当なんです。で、いやすごい国だなと思って、この間の日経新聞で全然違う記事なんですけどね、今地下鉄をめちゃめちゃ作ってるって記事が出てました、中国で。1年で日本全国の地下鉄 総延長距離、これ1年で作っちゃったそうですよ。あ、じゃあ作っちゃうんだ。それぐらいすごいんですけど、で中国はね、安倍政権はいつも言うんですよ、日本が原発やめたって中国がどんどん作るんだからね、だからしょうがないんだと、日本だけやめたって。中国はすごい原発大国なんだって言ってるけど、もう風力だけで原発を追い越しちゃいました。で太陽光は大体風力の半分ぐらいでいく感じになっているので、 もうちょっとすると太陽光も原発を抜きます。で、原発は計画でですね、まだまだ増やすことになってるんですが、実際には計画をいつも下回るんですね、やっぱりいろんな問題が起きるので。風力とか太陽光はですね、計画をどんどん上回るという状況です。で、それは何のためにやってるか。で、中国はもちろん、まあ今ね、なんかその、いろんな、公害 問題で非常に大変ですよね。PM2.5 とか飛んでくるとかで日本でもね、ですけども、冬になると、
大都市ではもう目の前はほとんど霞んで見えないぐらいになる、大気汚染を防ぐためというのは一つあります。それから温暖化対策というのはもう一つあるんですが、もう一つですね非常に重要な我々の狙いはですね安全保障なんです。要するに自然エネルギーというのは究極のまあ何ていうか安全保障なんです。エネルギー安全保障としてはもう最高です。ですから 中国は明らかにですね、その軍事的な狙いも含めてこの自然エネルギーにどんどん力を入れて、これだけできてるってことはものすごい大量生産をするわけですね。もちろん海外のヨーロッパの企業なんかも入っていますけれども、今中国の企業はですねめきめきと力をつけています。太陽光はもちろんもうすでに世界トップのレベルなんですけれども、風力でもですねおそらく かなりの力をつけてきてるんだろうなというふうに私は推測してるんですね。でこの量ですよ、だから原発も多分2倍とかですね、毎年2倍とかじゃない3倍4倍とを作っていきますから、その需要をですね取らなくてどうするかということなんです。さっき一番最初に出した絵がありましたよね。原発は横ばいになってるのに自然エネルギーが急激に上がっていくと。 今世界中はあそこを狙ってるわけですね。急上昇していく自然エネルギーの需要をどう取り込むかと、それをどうやって成長につなげるかということをやってるんです。ですから成長戦略の確実に大きな柱になるのが自然エネルギー、世界の流れです。ところが日本の成長戦略、安倍さんの成長戦略は原発なんですよ。原発に回帰するんです。だって今ゼロね、動いてないけど、これから一生懸命動かして、 しかも原発で成長しようと思えば原発をね、たくさん作んなきゃいけないですから、とにかくね、新設に持っていかなきゃいけない。そして、輸出しなきゃいけない。こういう流れを作ろうとしています。だから、誰がどう考えたって、全然日本がやってることってナンセンスですね。成長戦略としてもナンセンスですし、あるいは安全保障という考え方から考えても、全くナンセンスだと思うんですけれども、 僕は変わらないです。安倍さんの、ちょっと話しておりますけどね、成長戦略3本柱だと僕は言ってるんですね。それは原発、そして武器、そして火事なんです。火事の方は出ましたよ、結局。まあ、政府提案じゃなくて、議員提案ですけどね。もうやめてほしいなというふうに、 少なくとも自然エネルギーより大事な話だしてほしいな。もう一個なんかこの間見てたら、成長戦略ですね、トイレっていうのがありましたよ。トイレ、日本のトイレすごいでしょ。あれを売り込もうと、世界中に売り込もうと。私はね、だから原発だったらトイレの方がいいと思って、安倍さんの背中にはドクロマークがついてるってフランス人の方が言ってました。 これは風力発電ね、世界トップ10、並べるんですけど、日本はもちろん出てきません。もう1000にもならないです。これだけ中国がさっき言っちゃいましたからね。もう恥ずかしいんですね、中国のことは。安倍さん本当バカにしてますけどね。で、これはちょっと飛ばしてですね、これは私の方のせいです。<笑> そんなですね、話で、今日私がしたかったのは、原発っていうのをですね、新しい成長の柱にしてほしいなと。原発じゃない、原発じゃない。疲れてました。安倍さんの悪口言い過ぎ。安倍さんの呪いが来た。そういうね、なんでしょう、原発は危ないからやめよう、それから、ゴミの問題があるからやめよう、これは、さっきね、出てきた私の、本のタイトル、2年ぐらい前に出した本ですけど、タイトルはですね、原発の倫理学なんです。だから倫理学として正しいんですね。危ないからやめよう、危ないっていうのは、普通の交通事故とはわけが違います。しかも自分たちがね、原発でいい思いをするって言って、それで、原発と関係ない人を、 たくさん巻き込むし、世界中の人を巻き込む可能性があるような、要するに自分の利益のために
人に迷惑かける、人にリスクを負担させるという、こういうことですから、自分勝手なエネルギーですよね。そして、ゴミの問題も自分たちの時代だけはいいけど、将来世代には大変なつけを残す。これもやっぱり、急に考えたらやっちゃいけないことでしょう。人の道として。だから倫理の問題だというふうに私は考えています。人間として正しい道を歩こうよと、 思えば原発っていうのはできないはずなんです。それだけで、それは十分なんですね。だから原発の倫理学と言ったんですけど、倫理学っていう意味が多分分かんないだろうな。付け方間違えたかなって。やっぱあれは本じゃなくて漫画にしとけばいい。でもあの本はですね、小泉純一郎さんも読んだんですよ。いい本だった。 <笑>あれよかったって言ってました。だからやっぱり小泉さんの方が知的レベルが高い。<笑>それで、どうしますかね、質問の時間を取った方がいいですか、それとも喋っちゃった方がいいですか。喋っちゃって<笑>これちょっと宣伝も含めてフォーラム4っていうのを私始めました。で、何かっていうとですね、 これね、バッジ作った人がいてね、こういうのを面白くやってくれてる人がいるんですが、大阪闘争ってね、この間やりました。橋本さん負けちゃって、大体ここにいる人は橋本さんのこと嫌いな人が多いんじゃないですか。<笑>好きな人います？<笑>いないのかな。<笑>不思議だな。橋本さんはね、 1対1で喋ったら、本当いい人ですよ。いやいや、本当。ね、まあ、1対1なんか2対2ぐらいまではいい人なの。<笑>ところがですね、テレビカメラが入って相手が5人ぐらいになった途端に人が変わるんです。初めて会った時は、なんて礼儀正しい人だろうと思いました。いや、小川さん、今日はお忙しいところ、本当にありがとうございます。で、2時間ぐらい喋っとる。 とにかくね、私に質問するんです。これを教えてください、あれを教えてください。私がさ、ああ、そうなんですか。いや、それは知らなかった。非常に謙虚だしね。いや、いい人だなと私は思いましたよ。<笑>悪い人じゃないです。うん、なんでしょうね、その悪人とかね、そういうんじゃないんですよ。それはね、自民党のね、変な議員とは違う。ですけど、 ちょっと私から見ると、まだ勉強が足りなかったなというのが一つ。それから、あの人やっぱ強いんですね、もともとが。自分では弱いと言ってましたよ。私最初に会った時にですね、どんどん雑談になりますけど、橋本さんとね、話してて、ちょうどね、あれだな、ダブル戦、大阪知事やってたじゃないですか。それで、 大阪と構想をね、実現するためには市と府を両方取らなくちゃいけないと自分は市長選に出て、松井さんを府知事選に立てたんですね。で、私はあの時に、前夏にですね、松井さんに府知事選に出てくれて頼まれたんです。で、断ったんですね。大阪ではもうみんな一面トップで小林明が大阪府知事選に出るかもしれないと。で、朝日と毎日はちゃんと私に取材しましたから、本人は保持している。というふうに書いて。読売は、 全然それを取材しないで慌てて書いちゃったもんだから、保持していて、他のこともいかにも出るみたいに書いちゃった。そういう新聞もあると。で、私はその時松井さんに、いや、だって大阪ってね、これだけ人がいるのにおかしいでしょ、なんで東京の人間を出すんですかと。大阪のことだったら地方自治なんだから自分で入るべきじゃないですかって言ったんだけど、松井さんは強気でしたよね。私に対してね、大阪、 霞が関で、あるいは中田町でね、日本を変えられますか。いや、難しいですね。そうでしょう。大阪から変えるんですよ。おばさん、日本を変えたくないですか。変えたいですね。じゃあ出るしかないでしょ。<笑>いや、でも僕、大阪関係ないですから。何言ってんですか。やる気ないんですか。<笑>男だったら出るんでしょう。<笑>ね、
西の人ってすごいノリですからね。あの時間違って出なくてよかったですで、そのダブル戦の直前にですね、橋本さんと会ったんです。橋本さんといろいろ話して、で僕らはね、いろいろ経験したこといろいろ話してて、橋本さんがですね、急にしつこく聞くんですよ、私に。おばさんはなんか公民会場とか何だかね、何だかんだっていろいろと、もうなんかみんなが嫌がることやってますよね。あんだけやったらね、嫌われるし、潰されるでしょって。分かってるのに、なんでやったんですかって言うんですよ。それね、いや、なんででしょうね、なんて言ってたら、3回ぐらい聞かれて。で、自分でもまあよく分かんないなと思いながら、こう答えたんですね。いや、まずね、大きな敵がいると。で、悪いやつだと。で、そいつとね、こっちはもう一人だし、小さな力しかないけど、戦う。誰が見たってね、まあ無駄な戦いだと思うけど、でもそれで頑張るとね、時々勝てるんですよねと。それは私の過去の経験なんです。この勝った時のね、この達成感っていうのは何者にも変えられないんですよと言ったら、橋本さんはずっと神妙に聞いてたんですけど、初めてね、ニコーってしてね、そうなんですよねって言ったんですよ。だからそういうのが好きなんです、彼は。大きな敵にね、思いっきりぶつかっていくっていうのが好きなんだ。で、その時はかっこいいんですよ。で、それを見てみんな応援したんです、大阪の人も。あ、この人は変えてくれると思ったんですね。やっぱり変わらなくちゃいけないって気持ちはあったんです、大阪の人。で、今回の選挙でもあったと思います。だから半分までいってるんですよ。変えたい、変わらなきゃいけない。だけど橋本さんじゃ怖いってことなんです。橋本さんじゃなかったらね、あそこまで来ませんでしたよ。だって大阪市をね、なくしましょうなんて普通じゃありえないことですよ。で、横浜市をなくしましょうなんて話に絶対ならないでしょ。で、橋本さんだからこそあそこまで行ったんですよ。だけど逆に橋本さんだからこそ負けたんですね。怖いんです。で、それはですね、国政に対して一つの意味合いを持っているのは、まあ、あのね、民主党はこれで元気になるとかなんかいろいろ言われてますけど、まあ、それ全然勘違いだと思いますけど、これからの日本っていうのは大変です。まあ、ヨーロッパも大変だけど、日本もね、同じぐらい大変なんです。で、非常に厳しい道を歩いていかなければいけないという時に、やっぱ変わらなくちゃいけないでしょ。で、だけど変わる時に、大阪党構想の時は橋本さんもね、自民党も共産党も、要するに橋本さんは変えれば明るくなる、バラ色ですと言ったんです。自民党も共産党も変えなければ私たちがやね、うまくやってあげますと言ったんです。でもどっちも嘘なんです。要するにそんな簡単な道はないですよ。ないんですよ。絶対厳しい道に入っていくんです。必ず。で、その時に大事なのはやっぱり、まあ、大変かもしれないなと。で、自分はもしかするとちょっと損する方に行くかもしれない。でもそれが嫌だ嫌だと言って変わらなかったら日本全体が本当に沈んで、ね、ちょっと我慢すれば済んだことがそうじゃない、まあ、とんでもないことになるかもしれない。だったらみんなちょっとずつは我慢しましょうねと。で、みんなで我慢して頑張ったらもしかするとそれ以上にプラスが出てきてね、もっといい世界が開けるかもしれませんよっていう、そういう道を探していくしかないんですけど、それをやっぱり引っ張っていくリーダーですね。一つ大事なことはやっぱり橋本さんみたいに実行力がないようなんです。ああでもないこうでもないと言っててね、で次の選挙やっぱりこれじゃ負けちゃうからね、やっぱりやめとこうかと、これじゃ困るんですね。橋本さんみたいに太陽を立って、いや落ちてもいい、落ちてもいい、もうこれは日本のためだ、日本のためだったら俺はこっちのために命投げてもいいという人じゃないと困る。それで実行力がないと困るんです。だけど、もう一つ大事なこと、橋本さんになかったことは、この人に任せておけば、まあ、しょうがないねというような納得感ですね。この人しかいないじゃないかと。他の人にやってもらったってうまくいかないじゃないと。この人にやってもらったら、でも、すべてうまくいくかどうかよくわかんないけど、でも、まあ、この人だったらついていこうかなと。まあ、この人でやってダメだったらしょうがないんじゃないのと思ってもらえるような納得感というか、
それはある意味安心感でもあるんですね。安心感というのは全てがバラ色ですという安心感じゃなくて、少なくともこの人は真剣に私たちのことを考えてくれているという安心感ですよ。でそれがやっぱり橋本さんにはちょっと後者の方が足りなかったなと思いますね。で橋本さんにもう一回関白してくれというふうに私はあまり言わないんですけど言いませんけど、もしも関白したいんだったらそこは考え直してもらわないと困るなというのが一つ。それからもう一つはやっぱり橋本さんが負けた理由はですね、大阪都構想の不安だけじゃないと思うんですよ。もう一つやっぱり安倍政権に、ね、接近していくんじゃないかと。ここで維新が力を、ね、取り戻した、息を吹き返したら国政の方が危ういんじゃないかという人も大阪でもいたと思うんですね。で東京だったらもっといると思うんです。私の知っている方の中では、とにかくもう維新っていうのは橋本さんがいるから嫌いだという人はたくさんいるんですよ。でこれ橋本さんがいなくなったのに、あなった後の維新がどうなるかというのは非常に見ものですね。まあ、普通に考えるとちょっとバラバラになるかもしれないなと。前田さんもね、とりあえずちょっと一回身を引くと言ってますし、松野さんっていうのはですね、元民主党ですね。で元民主党だから民主党の人は喜んでます。でこれで民主党主導の野党再編だって言ってますけど、これは全然ね、勘違いもいいことですよ。民主党はこの間の統一地方選で何が分かったかというと、国民が一切民主党には期待してないということなんですよ。もうあまりにもはっきりしました。で維新がこけたと、だから民主党が浮上するということなんですけどね、これはね、なかなか難しいだろうなというふうに思ってます。で民主党は特にですね、安保法制、とりあえず安倍さんがあまりにもひどいので、とにかくあの安倍には反対するというところで民主党はまとまれるんですね。いくらなんだってあの安倍と一緒にはいけないだろうと。だから前原さんにしても細野さんにしてもタカ派ですよ。だからそれは集団的自衛権だってやりたいんですよ。でもあの安倍と同じに見られるのは困るというふうにみんな思うから、とりあえずあの安倍がいる限りは反対しようというところでギリギリまとまれるんですね。だからバラバラになってないだけのことですけど、でも安倍さんがずっとやってるわけじゃないですか。安倍さんがもし辞めてですよ、谷垣さんは総理だと、いやあの人は優しそうですからねであの人だったら話できるなと。集団的自衛権、まあイケイケどんどんじゃなくて少しずつの集団的自衛権だったらついていきましょうということになる可能性は十分にあるんで、民主党っていうのはそういう勢力が半分います。でそうじゃない人たちも半分います。で、ちょっとまた暗くしてもらいたいんですけど、最後に一言だけですね、それを、絵でですね、表した図がありまして、これはこれね、滞在ということは小泉進次郎さんが使った言葉なんですけど、ね、まあ、ちょっとね、話を飛ばしていきます。これ過去 20年ぐらい、この、ね、10年ぐらいの動きをずっと、やったものなんですけど、これね、名前がいろいろ出てくるんですけど、右下にちゃんと書いてます。個人名は私が勝手につけると怒んないでくださいと言っとかないとですね、怒られるので、今はですね、どういうふうになっているかというと、いろいろ分裂したりなんかしてですね、野党が混乱したんですが、結局、今こんな感じになってですね、あ、違う、もう一つ、右がですね、改革しな、なんか変えなきゃいけないと、日本をね、いろんな意味で変えなきゃいけない、特に既得権とね、戦わなきゃいけない、ばらまきはやめなきゃいけない、そして、なんかね、官僚とかなんかが何でもやってありますよっていうのを変えていかなくちゃいけないっていうのは、改革なんです。で、左側はそうじゃなくて、既得権を守りましょうっていう、まあ、自民党中心の支給派のラインですね。で、上の方に行くのがタカ派。もう戦争イケイケどんどん。まあ、戦争したいという人はいませんけどね、心の中では戦争してもいいなと思っている人たちで、下がハト派の人たち。まあ、原発で言えば上は原発推進で、下は反対ですね。で、そういうふうに分けるとですね、4つに分かれるわけですね。で自民党はですね、改革するとは言ってるんですけど、言葉だけで改革はできなくて、でも戦争はできるし、原発も動かすというので、左上に来るんです。で公明党はもともとはですね、まあ、バラマキの政党ではあるんですけど、戦争はしないっていうので、下の方に本当はいたんです。ところが、与党でいないとね、
ばらまきもできないということで、与党病でどん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 上に上がってこんなふうになっちゃってます。戦争容認の人たちがかなり増えちゃった。そして民主党はですね、高派の前原さんとかなんかはもう安倍さんと同じぐらい高派で、だからまあ改革したいというのはこの人たちが中心なんですね。ところが、だけど危ないですよ。戦争行っちゃうかもしれないし、原発だって原発推進で一生懸命橋本さんを動かしたのは、前原ボスもですからね。で、そうじゃない、原発なんか反対だし、尾形さんは違うかな、尾形さんは原発推進かもしれないですけど、戦争反対というのは、どっちかというと組合にサポートされている人たちなんです。組合にサポートされているので、ですね、あまり改革ができないんですね、公務改革とか反対とかですね、いう人たちも多くてですね、民主党は民主党に入れてもですね、どっちに行くかわからない。だから国民から見ると困るんですね。で、共産党はそういう不安感というのはないですね。共産党にいれば原発は反対だし、戦争も反対、ね、集団的自衛権絶対反対してくれるし、憲法改正にも反対してくれる。まあ、非常にそこは安心感があるので、そこにどん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 票が集まったわけですね。で、だけど共産党はですね、じゃあその共産党に任せて日本の経済がバラ色になるかというと、私は絶対それはないと思っています。まあ、ここは見方は分かれると思いますが、まあ、あまり一般的に共産党が日本の経済を立ち直らせてくれると思っている人はいないだろうと思って、ここに置いてあります。まあ、社民党もかなりそれに近いですね。で、そうすると、右下ですね、要するに日本を変えてくれそうなんだけど、一方でその戦争に行っちゃいそうな維新とか民主の高派とは違って、とにかく平和を守ってくれる、原発もしっかり反対してくれるという、そういうところはですね、政党がないんです。だからここに政党を作ってほしいんですけど、まあ、なかなかできないのでですね、でもここの考え方の人がたくさんいますよっていうのを、まあやっていきたいな、まあ、これここが空白だから入れたい党がないよ、そして無党派が増えてですね、棄権しちゃうということがもうこの何回かの選挙ずっと続けますので、こういうですね、改革はするけど戦争はしない、あ、そうだ、維新の中では小野さんが多分有名な人の中で小野次郎さんが一番、まあ、リベラルかなと思いますけどね。あとは東京だと生活ネットとかですね、それから民主党では長妻さんが一番ここに近いだろうなというふうに思ってます。まあ、こんな感じのですね、ここに人がいます、私たちはここを支持しますというキャンペーンをですね、始めようかなと思って、最近始めました。で、まあ、サイトを見てもらうとですね、フォーラム40入れてもらえばする、それが出てきますけど、基本的な考え方っていうのを出してます。まあ一言で言うと、ここに書いてある改革はするけど戦争はしないんですね。で、これをここに人がいるぞっていうことが分かればですね、これからの野党再編はですね、この4つに分かれなきゃ困ると思うんですよ。そうしないと国民から見るとちょっとやっぱり安心してどこに入れたらいいのか分からない。そしてその場合、まあ、二大政党制って言ってますね。二大政党制で対峙するっていうことになると、自民党が左上ですから、そこの真っ向から対峙できるのは右下なんですよ。だからやっぱその一番なんか正反対にいる政党がないっていうのは、今日本の非常に不幸な状況だろうなというふうに思っているので、まあ、そのうちここに政党ができたらいいなというふうに思っています。まあ、そういうとお前が作るのかって言われるので、私は政治家にはなりません。橋本さんは2万%で、私はだから、なんて言えばいいのかな、まあ、ないです。私、橋本さんはね、若かったけど、私はもうそろそろ引退だと思ってますので、ダメ、若い人をね、若い人を育てるんですよ。ダメ、若い人と話してたらね、分かったんですよ。やんなさい。一緒にね、やりなさいなんて人いますけどね、松井さんみたいだね。若い人はね、手伝ってほしいんですよ。手伝ってて応援してほしいんですね。若い人にね、一緒にやりましょうって言ったら、って思われちゃう。いや、だってあんたおじいちゃんじゃないの。おじいちゃんはもういいんじゃないのと。で、ただ若い人はね、なかなかね、出てこれません。名前を出して。将来があるの。今の日本って変ですよ。ね、原発の関電のデモ行ったらね、いい会社に入れないじゃないのと。学生はみんな思ってるんです。学生運動って昔あったでしょ。今ほとんどないんですよ。
まあ、変な過激派みたいなのが一部残ってますけど、それがちょっとほとんどなんだけど、ついこの間ですね、つい、まあ、去年、おととしか、特定秘密保護をね、やってたときに、サスプルっていう学生の団体ができました。3000人ぐらい集まったんですよ。驚きましたね。で、ところがですね、そこの代表は、まあ、明治学院大学のね、学生さんですけどね、聞いたんですね、東大とかね、早稲田とかのそういうグループと一緒にやらないのかって言ったら、いや東大や早稲田にはそういう人たちはいません。いないんですよ。確かにそうだと、僕は東大でも早稲田でも講演したことあるんですけどね、学生よりもお年寄りの方が多いんですよ。いや、本当ですよ。大学でやるんですよ、大学の報道とかも。それでまあ、お口してね、一般の人に来れますってやるんですけど、そしたら、ほとんどは、お年寄りなんです。お年寄りって言ったりしてる、そうそう、まあ、僕ぐらいの人たちが多いんです。で、なんでかな、そしたら、東大や早稲田にせっかく入ったのに、学生運動なんかしてね、いい会社に入れなかったら、何のために入ったか分かんない。と言うんだそうです。こうなったらね、もうちょっと終わりだなって思いましたよ。別にね、東大が偉いわけでも何でもないけど、要するに大学に入ったら会社の就職のことしか考えてないという人たちばっかりで、しかも最近はね、ほら、ね、デモに行ったら写真撮られるとか、なんかいろんなネットでこう情報が流れるじゃないですか。それが怖いんです。マスコミだと怖がってるわけですからね、安倍さんのこと。しょうがないと思いますよ、大人でさえ。それね、なんか変えないといけないから、だからね、私たちは若い人を応援しなきゃいけないんですよ。そういう勇気のある人ね、頑張れよと。それからなんかね、迫害受けるようなことがあったらみんなで守ってやらなくちゃいけないんですよね。うなずいてらっしゃいますから、ぜひね、で、こうやってみんなで、ね、集まるっていうのは非常に大事なことなんですけども、もう一つ大事なことは、ここから外に出たときに、自分のね、ここの仲間だけじゃなくて、その外の仲間っていうか、仲間になるかもしれない人たちに働きかけていくというために、一人一人が何をできるかということをぜひ考えていただいたらなと。そうしないと、仲間内だけでね、こう集まってね、みんなで「えいえいおう」ってやってるけども、外の世界とはね、どん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 離れていくというか、外の人たちが忘れていくっていうことになっちゃうので、そうじゃなくて、だからあんまり激しいこと言っちゃダメです。私が言うのもなんですね、この人変じゃないのなんて思われちゃう。私は優しいです、ね、原発難しい問題ですよねって言ったら始めてください。原発とんでもないでしょうねって言ってやっちゃうとついてこれなくなっちゃう。はい、そういうことで、時間になりましたので、ちょっと今日は取り留めもない話で申し訳なかったんですけども、皆さんがですね、こうやってとにかくね、日本の原発ね、なんとかしなくちゃいけない、なくさなきゃいけないし、しかも過去の問題についてはしっかりね、責任も明らかにしていかなきゃいけない。やっぱ過去の反省がないと間違うんですよ、もう一回、安倍さんみたいに。それ大事なことなんで、皆さんが ね、やっておられることは本当に大事なことだと思いますから、まあ、ぜひ、私は頑張ってくださいっていう言葉は好きじゃないんですね。頑張ってくださいってなんとなく他人任せなんですよ。だから一緒に頑張りましょう。そうですね。ありがとうございます。配信されてますよね。これから皆さんお帰りになりましたら、今日の動画などぜひ見てください。とお友達、ご友人、ご親戚の方、お近所の方、ぜひ広めてください。それではここでカンパのお願いをさせていただきます。本日は福島からバスで30人を超えるメンバーが5人来ております。またぜひ次の集会にもバスを出せるようにカンパのご協力をいただければ大変ありがたいですね。こんなことを続かなきゃいけないのはとても悲しいんですけれども、本当に申し訳ありません。よろしくご協力をお願いいたします。それでは最後になりますが、団長の武藤瑠衣子より閉会のご挨拶をしちゃいます。皆さん、長い時間ありがとうございました。
古賀さん、今日は本当にありがとうございました。それ以外のお話もさることながらですね、橋本さん、それから阿部さんの人間像に迫るというところが非常に面白く、ただですね、やっぱり安倍さんのナンセンスというのはとても今日よく分かりました。私たち原発事故の被害者たちはこれからさらに振り捨てられようとしている現実があります。その安倍さんのナンセンスの犠牲には絶対になりたくないと私たちは思っています。それからにも私は原発国訴団はこれからも何度でも警察審査会の激励とともにですね、この原発事故の、そして被害者に対する救済のあまり その非常さを訴えていきたい。そして原発事故の責任をきちんと問うべきことを問うべきだということを訴えていきたいというふうに思っています。ですね、ちょっとお知らせがいくつかありますのでお話をします。皆さんにこのようなグリーンのチラシが置いていると思います。ですね、原発事故の被害者たちが今たくさん損害賠償裁判とか集団の ADR などの申し立てを次々に起こしています。原発事故の被害者たちがもう我慢ができないという状況に来ているんですね。でも今まではそれぞれバラバラに活動をしてきました。そしてまたバラバラにされてきたんですね。その被害者たちが手をつないで一緒に立ち上がろうという原発事故被害者団体連絡会というものを設立することになりました。まだ、参加団体が10団体なんですけれども、ささやかなところから始まるわけなんですけれども、この、つながりを大きくしていってですね、原発はもうやめよう、そして、原発事故の被害をきちんと償ってほしいということを大きな声で訴えていきたいと思っています。5月24日日曜日、福島県の二本松市というところなんですけれども、ぜひお時間、そして関心のある方はこちらにお集まりください。よろしくお願いいたします。それから、福島原発国訴団が前に出版しました、これでも罪は問えないのですかという50人の陳述書の本がですね、英語版ができました。英語版の電子書籍となって、16日に発売されました。英語圏の方でお知り合いの方などいらっしゃいましたら、ぜひ購入して読んでいただきたいと思っています。それからですね、6月の検察審査会の激励行動は6月の18日になります。前回と同じようにですね、東電の株主氏代表訴訟の方々とご一緒の行動をしたいと思っています。10時半から、代表訴訟の公判があって、12時から東京地裁前で検察審査会の激励行動があります。そして13時からはまた院内集会で、今度は我が、国訴団の連合団長河合博之さんのお話をしていただくのがあります。楽しみにおいでになってください。それからもう一つ後ろにですね、このようなリフレット、皆さんのところにも行っていると思うんですけれど、これストップ汚染水というこれもネット署名なんですね。今でも毎日毎日ですね、太平洋に放射性物質が混じった汚染水がどんどん流れているという状況なんですね。そしてそれがもうアメリカの西海岸にもつき、カナダにもつきという状況になっています。もうこれ以上海を汚さないでという思いから出てきた汚染ストップ汚染水という署名です。これもよろしくお願いいたします。それからもう一つ、避難者に対する、自主避難者に対する住宅支援の打ち切りですね、これをに抗議して撤回を求めるという要請書の、署名も後ろに置いてありますので、ぜひそちらの方にもご署名お願いいたします。今日は本当に長い間地裁前の行動から、院内集会までご参加くださいましてありがとうございました。福島からも、バスで30人ほど駆けつけています。私たち出てくるのは本当に大変なことですし、
かね、いつもいつも被爆をしながら福島で暮らしているという状況があります。そして避難をしている人たちも非常に大変な思いの中で暮らしています。でも諦めてはいないんですね、はい、呆れ果てても諦めないとこの間のあの言葉をまた思い出しながら、これからも頑張っていきたいと思っています。皆さん本当に共に頑張りましょう。今日はありがとうございました。